どうも、中野とピロリ、しばらって応援チャンネルでーす。こんばんは。え ?5 回の番頭どうだったんですか？早い。ちょ、まず、なんで2人でいいのみたいになるじゃないですか。ね、いつも1人でやってんのに。なんでいいんですか？僕んちです。そう、今日は、ピロリさんちに来ております。まあ、イエイでもいい。イエイみたいな試合展開じゃなかったっすよ。イエイじゃないんですよ。イエイじゃない。この時点で結構何か見る気失せてます。まあ、イエイじゃない。まあ、ね。まあ、今日は楽天対千葉ロッテ。ちょっと、すみません、ボードないんですけど、楽天7点、ロッテ0点。0点。7対0で楽天の勝ちということで。はい、5回のバントはどうだったの？それですよ、もうね。もう、でもそれが今日すべて、5回ね、レアード選手、まあ、不調な中、ちょっとね、詰まったあたりのレフト前ヒット打ち、そして安田選手が、ライト前ヒット打ち、ノーアウトランナー1、2塁、0対0の状態ですよ。それまでロッターヒット全然打ってない状態の中で、打って、バッター山口選手、今日はね、7番かな、7番山口選手の場面で、なぜかバントの参加してたんです。ちょっと怖くないですか？違う、別に山口選手はバントしないとかじゃなくて、ランナーがレアード選手なんですよ、二塁。うん。二塁ランナー、レアード選手、バッター山口選手で、バントがちょっと一番ちょっとホラーじゃない？まあ。ただでさえその三塁に送るのは、ね、リスクあるから。リスク、そう。セカンドランナーが高部選手でさえ、リスクありますよ。リスクあるから。しかもその次のバッター、エチェで、まあ、エチバレ選手、ね、まあ、最近は調子いいですけど、言っても、まだ打率1割台じゃないですか。山口選手は2割後半打ってんのに、っていう中でバントをさせて、2球失敗し、最後も、もうあんなバスターさせなくて、普通に打たせりゃいいのに、バスターさせて、最後、もう分かりきったような三振。はぁ？いや、これは、俺、マジで久しぶりに、別に、僕は16対0で負けてもいいです。ね。9回に、同点でホームラン打たれてもいいです。ね。でも今日のは、やっぱ絶対おかしいと思いました。本当に。皆さん、本当に、中野さん、荒れてました。これはちょっと、マジでずっと怒ってる。一、はい、人でね、見てる時も荒れる時はあるんですけど、今日のに関しては、もう意味がちょっとわかんなくて、もうこれだけで僕20分で喋れるくらいの。だってもう全部の要素がおかしくないですか？だってね。じゃあもう20分喋ろうよ。いやでも20分、配信だったらいいですよ。もう誰も途中見なくなる。ずっと同じ話してんだから。もう結果ね、その後、エチェもショートゴロで、まあゲッツコースだったんですけど、まあ、鈴木大地選手がファーストね、忖度で落としてくれて、1、3塁になったんですけど、最後、まあ柿沼選手が、打てず。あれ、忖度だったんですか？忖度ベースボールです。忖度ベースボールだったの？忖度ベースボールで、はい、優しさですよ、あんなの。あ、そうなんだ。そう。で、ね、でも結局、柿沼選手がね、打てなかった。まあ、柿沼選手、そう、1打席は打ってたんですよ、ヒットね。打ってたけど、まあ。いやいい人でしたね。そう。あれはね、で、その裏に、まあ、ワンアウトから、黒川選手かな、うん、打たれてたとか、辰巳選手が打たれ、黒川選手打たれ、フォアボール満塁になって、その後満塁だったんですよね。うん、で、村林選手の時に代打、銀次選手出て、ボテボテの小手ゴロだったんですけど、エチさんが、バウンド合わせられず。そうね。あれね、もう前も見たじゃん。なんか去年も見ましたよね。この、月のグラウンドで、エラーには内野安打にはなったんですけど、はぁってね。でも、その歯はいいよ。エチもうしょうがないです。それは前の回がいけないから。で、さらにその後、パスボールで2点。あぁ、そうなるわ。あと、エチバリア選手は、こう突っ込んでポロッとするじゃないですか。はい、その後、より強くくちゃくちゃするよ。そう。より強くガムか何かをくちゃくちゃするんでね。そう、まあ、それはでも、この5回の表の流れがあっての、あれだから、まあそこまで強くは言えないんですけど。で、気づけば7対0ね。結局8回にね、まあ、おじいも粘ってた。9回か、8回裏か。ね、頑張って120球近く投げて。ピンチになって、丸もさんに打たれて、丸もさん何回打たれ、まあ、それも、その違う、5回が悪いから、全部5回で、ね、変わった横浜選手、今日出た横浜選手も、ちょっと打たれちゃって、いい球言ってたんですけどね、まあね、これはしょうがない、もう流れを止められなかったっていう、もうロッテ打線に関しては4安打しか打てなかったし、いやー、ね、週明けで、ね、なんつうの、1日、昨日挟んで、ちょっとロッテがまた空気読めず、ね、ロドナクセの連勝止め
るかなと思った。小島投手はめっちゃ良かったですけど、あそうね、3回、2回か、2回かなんかのツーアウトから黒川選手ね、あのランナー2塁からヒット打たれたんですけど、あれポニョさんがね、あのこのように刺してくれた、あれはすごい。そう、ああいうのもあった、ああいう流れで、で小島投手も強気で今日は攻めて、結構インコース柿沼さんがね、今日初ですよね、いつもとしくん、あそう最初は、うん、そうやっぱ柿沼選手がやあの今日キャッチャーで、ね、そうスターティングメンバーで、そう、うん、最初から入ったという、そう入って、うん、結構インコース攻めていて、やっぱソフトバンク戦がインコースあんま攻めれてなくて、ジジイさんが怒ってたんで、インコースなんで攻めないんですかね、みたいな怒ってた中で、柿沼選手はそれを見たかのように、うん、結構いいところでインコース攻めて、うん、小島投手はそこ攻めれてて、結構的を絞らせずにね、うん、言ってたんですけど、もうやっぱあの回、もうあれですよね。ですよね。だから、俺は、でもそうですよね。本当に。じゃあ、もう全部変えて、うん、あの時にランナーも和田くんにして、バッターは三木選手にしてって僕は思っちゃう。そして そこに点取りたいんだった。ってぐらい僕は今日はちょっと、あんま、この、やっぱポジティブに僕は思ったんですよ。ね。やっぱ、うん、ロッテに対して、やっぱロッテは2年連続2位になったから、うん、やっぱみんな期待値上がっちゃってて、うん、で今のこの状況で、うん、やっぱみんなすごい悲しいじゃないですか。悲しいね。でも、本来ロッテってこういうチームじゃないですか。ね。だから、認めたくはないけど。けど、本来はこういうチームで、うん、やっぱヒット1本出たら喜ぶべきがロッテのチームだったのに、うん、ちょっとやっぱハードルが上がっちゃいすぎたなと思って、うん、やっぱヒット出て喜ぶみたいな。初心に戻ろう。うん、ワンアウト取ったら喜ぶ。うん、それでいいじゃないか、みんなが元気だったらいいじゃないかと思ったんですけど、あの戦いはないわあの戦い、あのバントだけはないわ。あれ出ますね。あのバントだけはない。別に5回のバントに関してはちょっともう別にあそこゲッツーでもいいんですけど、打たせるか打たせるか、うん、だったらもう山口出すだろっていう僕は思いました。山口選手めっちゃやばい、打たせてほしかったっすね。で何のための総合、うん、ね、7番山口選手なんだっていうのがあったから、うん、その次の回打たせて、その次の打席かゲッツーにはなったんですけど、いい当たりだったし、うん、別にいいんだよ。ゲッツーになるのいいんですよ。だって、うん、あんだけ触れるバッターの、うん。バントだけちょっと、ごめんなさいね。これマジでずっと喋っちゃうんで。そうそう、やめた方がいい。ごめんなさいね。二人でやってるけど、ほぼ一人で喋ってるんですけど、ね。いやでも本当になんか、ね、なんか僕も振り返りですごい、うん、そのバントに関して、めっちゃね、喋ったりしてるんですけど、まあ、今年に関しては多いです。やっぱなんか、ここの、打席はちょっと信用しようとか、そうですね、なんかそういうのとかあってほしいなっていうのをめっちゃ思う。あれ嫌だったらバッター変えません、うん、ランナーどっちかね、バッターかランナー変えた方がいいです、うん、だってレアード選手ね、ね、やっぱ足は速くないんで、うん、それで三塁に行かせようと思ったらめちゃくちゃいいバントしなきゃいけないの、うん、全然バントしてない山口選手が決めろっていうマー君の球をね、決めろっていうのはだからバントもできるでしょうけど、バントする選手じゃないですからね。そうなんです、あんまり。そうだからどっちかを変えるべきだったんです。だからそのむずいところで、むずいところでその長距離打てるバッターで、うん、いやーバントするんだっていうのはちょっとやっぱりなんかその凝りすぎてるのかなって。そうですね、うん、そこは記者の方と通って通ってそこは通ってください。しかも、うん、ちょっと通ってほしい、うん。ちょっとそのコメントは聞きたいですね。多分言ってるかもしれないですけど。そこだけちょっとお願いしますということで。まだ、うん、まだ試合はあるんで、明日は、河村投手。はい。で、楽天は藤井投手。うん。藤井投手は前回ね、やられてましたよね。うん、なんで、ちょっと、でもね、ちょっともうほんとそろそろ5連敗、ロッテ5連敗なんで、ちょっと、まあ諦めてはないんで、まだたくさん試合はあるんで、諦めてないんで、ちょっとなんとか明日、お昼の2時からの試合ということなので、ちょっと大変ですけど、ちょっとね、多分見れる方も少ないのかな、でも、さすがにね、平日は。なんで2時からなの？なんか、僕が見た情報だと、小学生とかを、なんか招待するみたいな。おな日みたい。明日、明後日は。そんなに招待するそんなに。そんなに招待するそ野球人口増やさないとやっぱ。そういうことか。世界で、やっぱ楽天はそういう企業だ。それは素晴らしいよね。ね、大人だけは見てないって。そう、小学生で招待して。10時からです、明日。10時や、14時ね。14時。10時から早い、うん、高校野球か。甲子園か。甲子園の。14時からです。3試合いるときは甲子園の大試合、うん、まあ、そうあるんで、ちょっとまあ、ちょっと早いんですけど、まあ見れる方は見て、うん。ちょっとでも明日勝って、ちょっと夜はね、皆さん仕事終わった後、多い日先を
飲んでほしいなってのはありますね。まあでも楽天は本当ちょっと強いんで、うん、ね、ちょっと大変ですけど、ちょっと頑張っていただきたいなと思います。本当に、まだまだ僕たち諦めてないんで応援してます。うん、千葉ロッテマリーンズ応援チャンネルなんでずっと応援していきますけど、明日勝ちましょう、うん、というわけで中野とピロリ、千葉ロッテ応援チャンネルでした。ありがとうございました。ああ楽天11連勝らしいよ。やばい、マジで。ロッテ11連敗しそう。すんなよ